こんにちは、ヤガミです。今日は5月の6日の土曜日です。ということで、日付もわからなくなっちゃうぐらいさ、ちょっと空いちゃったでしょう。3日ぐらい前に動画上げてから久しぶりの動画です。ということで、あの iPhone をさ、新しいやつに変えたわけ。なんかちょっと今いろんな見直しをしててさ、3台は Y モバイルにしたわけで、1台はソフトバンクで残して、で今この使ってるのはソフトバンクなんだけど、ソフトバンクで残すんだったら、なんか機種をさ、今のうちに変えた方が得みたいな、まあ得っつったって、今のさ、その機種の買い方っていうのか借り方っていうのかよくわからんけどさ、4年分割みたいにされて、そのうちの2年ぐらい払って、で2年払ったらまたそれを返して、またなんか4年で組んで、で2年で返したらみたいな、なんかちょっとよくわからんでしょ、昔となんか変わっちゃって。で得なのか損なのかわからんけど、その機種を手に入れたいと思ったら今が得だなと思って、なんかさ、前のやつが残額が6万円ぐらいだったの。ほんで同じやつを買おうと思うと12万ぐらいしたの、中古で。もう今新品ないからさ、12プロってやつだから10万円とか12万円とかするわけ。ほんで俺の容量のやつだと12万円ぐらいしたわけで、残額6万円でしょう。でそこでさ、今新しいのにとりあえず買えといて、でその6万払ったらそれがもらえるわけで、それ売りに行ったら8万いくらっていう査定なわけ。どっちにしても得でしょう。売ってないけど、今買えた方が得かなと思って、変なタイミングで買えちゃったわけ。このクソ忙しい時に。ほんでさ、買えちゃったはいいんだけど、今さ、なんか横に置いたらさ、こうデータが勝手になんか移動するみたいな、 iPhone 同士置いたら。なんかすごい機能があるでしょ。で、それやって、なんか、もやもやもやって、QR コードでもない、なんか、もやもやコードみたいなやつが出てきてさ、あれ、本当にすごいなと思うんだけど、それをなんか読み取ったら、で、隣に置いといたら、勝手に映るみたいな。で、それやったんだよね。そしたらさ、俺、新しくしたやつさ、容量少なくて、で、前のやつの方が容量が多くて、で、超えてたんだよ、その、今の容量を。128ギガ、128ギガをもう超えてて、前の携帯に入ってるデータが、多分写真とか YouTube とかそういうのだと思うんだけど、もう超えてたわけで、そんなん全然考えもせずにさ、ほんで今俺 iCloud でさ、2テラ契約してるから、もう別に端末上は別にそんなにいらんだろうと思って128にしたんだけど、ほんなら案の定さ、失敗しとってさ、だから失敗してるんだけど、できましたみたいになってて、お、できたかやと思って、で、前の携帯と同じ、壁紙とかにもなってるしさ、違和感なくこう使えるかなと思ったらさ、なんか、できるとこだけやってあって、できんとこはできとらんかったわけ。ほんでなんか、パスワードとかさ、いろんなアプリとか。で、アプリもさ、入っとるやつと入っとらんやつがあったりとか、一番困ったのはログイン情報だよね。そのログイン情報がさ、なんかちゃんと映ってるのと映ってないのがあって、なんか普段あんまり使わんさ、インスタとかはさ、普通にログインもできるわけ、 Facebook もログインできるわけだけど、 Twitter は全部なんかさ、アカウントが結構あったんだけど、それ全部ログアウトされてて、もうわからんみたいになって、ほんでブログもログアウトされてて、もうわからんってなって、で、この YouTube もログアウトされてて、もうわからんってなって。だから今4つ、プラス、息子のやつ、5つさ、チャンネルをさ、アカウントを登録してたんだけど、全部わからんくなっちゃって、あれなんだったかなと思って。ほんで、メールアドレスとかわかるんだけど、パスワードなんだったかなみたいな。ほんで、パスワードを忘れましたかとかってやるとさ、今度それやるとさ、違うパソコンとかのログインとかも、ログアウトされちゃうでしょう。だからちょっと待ってよと思って、まずパソコンでやろうと思って。ほんで、LINE もうまく引き継ぎができてなかったけど、パソコンではできるわけ、LINE が。
前々から使っとったから、だからもうとりあえずパソコンで返信してとかってなんやらかんやらやっとってさ、で俺今回のゴールデンウィークは店を全部任せたわけ。俺行ってないわけ。2日までは行ったよ。だけど3、4、5、6、7全部任せようと思って、まあそれは別に俺がおらんくても店が回るようにもうやってくれてるからっていうのもあるんだけど、俺ゴールデンウィーク明けにさ結構勝負なわけ。試算表を提出したりとかさ、まあまあいろんなやることがあるわけ。月曜日に支払いも含めて月曜日が結構勝負でさ、でそれまでになんか用意しなきゃいかんことがいっぱいあるもんで、ほんでこれで今度パソコンの方もなんかログアウトされてなんかが使えなくなっちゃったら最悪やみたいな、ビビってさ、ちょっとスマホをそのままにしといたわけ。だけど今日ちょっと見とってさ、あこれいけるなと思って、そしたら横に置いて移動するやつはダメだったけど、iCloud にもバックアップがされとって、それからならいけるということが分かって、で iCloud からバックアップもう一回さ、新しい携帯をリセットして iCloud から復元みたいなやつやったわけ。そしたらまたその iCloud 自体もその iCloud のバックアップも最新じゃなくてさ、もうなんかようわからんことになって、まあいいやと思って1からパスワード設定したりとか、なんかパスワード忘れましたかみたいなやつ何回もやったりとかして、ようやく普通に使えるようになってきた。まああとは Twitter もドキシーのやつも忘れちゃったし、また週明けに聞かなあかんし、なんだっけバナナも忘れちゃったし、あと映像のやつも忘れちゃったし、なんか全部忘れちゃった。でログインできてない状態で、とりあえず今タイトロープはメモがあったからできて、俺個人のやつもログインできて、今まで6個ぐらいあったんだけど Twitter のアカウントも今2個しか入れれてなくて、で YouTube の方も5個あったんだけど今2個ようやくできた。ほんでこのさ俺の個人チャンネルやつもさ分かったから、とりあえず今やってる感じだから、ちょっとパニックだったわ。携帯変えて、それもさ今携帯ってむちゃくちゃ高いんだね。なんかもう何新規契約で0円ですとかさ、なんか乗り換えでどうのこうのやつもうないんだってね。もう今やっちゃいかんだって、なんかいろいろ変わってきて、それかまあ話聞いとって思ったけど、一回さ携帯会社さ菅総理の時にさめっちゃ安くしろっつって、でまあ普通のプランとなんかアハモとかさ、なんだっけ au のポボとかなんか出てきたでしょ、いっぱい安いプランみたいなやつで、なんとか学生割とか言ってその菅さんが言うようなあれは乗り越えたでしょ。だけど次は多分さ儲けさすターンに入っとると思うよ。携帯のプランだったりとか、あと機種だったりとか、もう機種を安売りしないとか、どっかで儲けるパターンを作っていかないといかんっていう風になってると思うよってめっちゃ感じた。だから変な iPhone でもさ今までタダでもらえたような、中古屋行っても端末が 2、3 万するもんね。だからそんなんいっぱいあるんじゃないかなと思って、うちにちょっとさ、まあこう時代が変わってるんですよ。だから結局俺節約しようと思ってこういう動きを始めて、そうそうインターネットも変えたし、家のだから今までメインというか au の携帯を1台持ってて、で自宅は何だっけフレッツ光なんか分からん、それ NTT か、 au のやつだったんだけど、セット割とか言って、だけど俺それもうさ10年ぐらいその契約だったじゃんね、自宅のやつで。値段はそんな変わらんだけど、スピードがめっちゃ遅いやつみたいな。今だったらもうなんか1ギガとかさ、スピード出るのにさ、まだ何百メガみたいな、100メガみたいな、なんかそういうプランにずっと入ってたりとかさ、今ちょっといろいろと、まあこの間決算が終わって、その出費、支出関係なんかもすごい洗い出してて、
で、まあその流れで携帯を変えたんだけど、結局なんか機種代があるもんで高くなっちゃうよね。だから前のやつを使い続けて、それでまた俺も Y モバイルに移動すりゃいいと思ったんだけど、なんかさ、パケットなんとかってあるでしょ、無制限で使い放題とかさ。ほんで3ギガまでだったら1980円とか、15ギガだったら3000円ぐらいとかあるでしょ。で俺、いやそんなに15ギガも使わんやろとか言って、家も事務所も店も全部 Wi-Fi あるし、移動の時とか、あとどっか出かけた時とかしか、その自分のパケットなんて使わんやろと言って、過去のさ、自分の使っとるやつとか見れるでしょ。見たらさ、先月96ギガ、何にそんな使うんだと思って、でよくよく考えたら、この YouTube ですよ。この YouTube をさ、なんかそこそこ画質がいいやつで撮っちゃってて、でそれを撮ったらすぐに YouTube にアップロードするっていう作業をこの携帯のパケット使ってやってたから、だからそのアップする作業を事務所とか着いたらやるとか、家に着いたらやるとかってやってればそんなにいかんかったと思うんだけど、とかね、なんかさ、節約しようと思って携帯のことを調べたら、俺もうめちゃくちゃ無駄になんかいろいろ使ってたわっていうのがまた発覚しました。まあそんな感じでちょっとね、3日ぐらい4日かちょっと空いちゃった。この間新幹線見に行ったでしょ。新幹線見に行ってすげえつって、これアップするわっていうのもその場で上げて、でその後新幹線見て、ヒートアップのプロレス見に行ったもんで、ちょっとヒートアップっていうさ、プロレス団体があって、そこの協賛でチケット買ってたからさ、だから行って、あれが3日だったかな、だから今日6日で4、5、まだ2日やらんかっただけか。そんな感じでちょっと空いちゃいましたけども、でまあさっきも言ったけど、ちょっと週明けがやばいもんで、ちょっと明日も店は任して、ガンガン事務仕事をやってきますよ。そんな感じで、また、もう多分できると思うで、今これ、まださ、わからん。新しい携帯で初めて動画撮ってるもんで、これ。またちょっと、やってみて、できたら、どんどんまた、毎日投稿やっていきたいと思います。そんな感じで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。